動画をご覧の皆さん、こんにちは。オタファです。今日紹介するおもちゃは仮面ライダーガイムデラックススイカロックシードです。それでは早速中を開けてみたいと思います。緑色が綺麗ですね。スイカといえば緑に赤ですよね。少し中身が見えます。いつもこの瞬間ワクワクしますね。お、ちょっと和な感じですね。ちょっともう一回聞いてみましょうか。おお、ボタンはここにあります。スイカっていう感じですね。あとはここですね。鎧モード。お、鎧モード。ジャイロモード。ジャイロモード。大玉モード。大玉モード。鎧モード。ジャイロモード。大玉モード。すごいですね。先ほどの音声、次回の動画レビューで紹介する予定のスイカアームズに変形するんですね。大玉モード、ジャイロモード、そして鎧モード。というわけでこれはもうスイカアームズになるためのロックシードなんですね。今までのロックシードとはちょっと違いますね。このロックシードが鍵になります。あ、これ鍵か。今までのロックシード同様、デラックス戦国ドライバーとも連動して遊べます。今回のスイカロックシードはどんな音がするでしょう。なんかすごく攻撃的な感じですね。最後にボーリングのような音が聞こえましたね。今までのこうフルーティーな感じとはちょっと違う印象を受けました。ちょっと寄ってみます。スイカの断面が描かれていますね。スイカの武器が書いてあります。必殺技サウンドをやってみたいと思います。全部で3回、今までと同じですね。なんだか今までとやっぱり違いますね。もう本当により強力な攻撃になるようなサウンドギミックですね。というわけで今回のデラックススイカロックシードのレビューいかがだったでしょうか。まだ放送開始して間もないのにこれだけのロックシードが集まってしまいました。今後どうなるんでしょうね。ちなみに僕は今食べたい順で並べてみました。まあ、ひまわりの種は食べれたとしてもちょっとどんぐりは食べれないですね。僕スイカが好きなんで この辺に来ると思いますね。というわけで次回の動画は超巨大鎧デラックススイカアームズをレビューします。見てください。これ早く開けたいですね。鎧っていうかもうこれロボットですよね。もうロボ好きな僕にはもうたまりません。今までの仮面ライダーでもサポートロボ的なものは出てきましたけど、なんというか今までのセオリーを打ち破ってきたのかなという感じがしないでもないですね。それでは次の動画でお会いいたしましょう。オタファでした。